現実世界でヒーローにも悪党にもなった世界的プロレスラーですが、長年その二面性を心の中に保っていたせいで、取り返しのつかない汚名を自身に着せることとなりました。Well, the wrestling world in shock today. Former champion Chris Benoit found dead in his Atlanta home along with his wife and young son. 動画をご覧の前に、ウォッチモジョジャパンをチャンネル登録して、最新の更新情報を受け取ってください。レスリング界のタブーになる前までは、多くの脚光を浴びていた人気者、クリス・ベノワのゾッとする生涯のお話です。2007年6月24日、当時40歳だったベノワが妻と幼い息子を殺害するという信じがたい事件を起こしました。当時はすでにプロレス業界で20年の経験を持つベテラン、スチュハートの下で特訓し、80年代にはスタンピードレスリングに所属するなど、カナダのレスリング界に遺産を築き上げてきた人物です。ベノワの得意技にはヒットマンの異名を持つスチュの息子ブレットや、ブリティッシュブルドッグとも呼ばれたダイナマイトキッドのスタイルが合わさっていました。ベノワはダイナマイトキッドとして知られるトム・ビリントンと、キャリアや運動神経、力などをいい意味で比較されることが幾度かありました。ベノワはブライトンの特技である危険なダイビングヘッドバットを取り入れたこともあります。ダイナマイトキッドはプロレス界でスターになるために体格が大柄であることは必要ないことを、彼自身、そしてアメリカで飛躍する前のカナダから新日本プロレスで活躍したベノワで証明しました。 We're talking about the Canadian guys, and I know you're tight with a lot of those guys, right? There's a real group that stays together. You watch each other's back, right? Somewhat. ワールドチャンピオンシップレスリング、世界レスリング選手権、ワールドレスリングエンターテインメントなど、多くのファンの記憶に残るベノワの活躍はたくさんあります。それに WWE ロータックチーム王座や全米選手権、レッスルマニア20の WWE 世界ヘビー級王座など、数えきれないほどのタイトルを獲得しました。事実、リング上で親友や元 WWE 王者のエディ・ゲレロと共に優勝を祝った2004年のベノワの姿は、レッスルマニア史上記憶に残るものとなりました。ですが、邪悪な面も見過ごせません。特にベノワの危険なリング上での活動やライフスタイルが、彼の私生活を脅かすようになりました。先ほどダイナマイトキッドとはいい意味で比べられたと述べましたが、無謀なスタイルを比べられたことは否定できません。多くのレスラーと同様、トム・ビリントンも健康状態に数々の問題があり、怪我や脳震盪を起こしたこともありました。当時は現代と違い、脳震盪に関係する決まりが緩かったことが起因しています。この頃、脳震盪や怪我などのせいか、スターは現役を引退します。1970年、80年、そして90年代のプロレス界は今と全く違ったのです。しかし、クリス・ベノワはセルフメディケーションで日々の痛みを耐え忍んでいました。それなのに、殺害と自殺の動機はステロイド剤の副作用だったということは、毒物学のレポートで確証がないため否定されました。現役時代のベノワは違法にステロイドを入手しており、死亡した頃はテストステロンの数値が高まっていたといえますが、数日間に及ぶ殺害事件にステロイドのせいで衝動に駆られたというのは当てはまりません。代わりに、うつや不安、慢性障害に包まれていたベノワ一家の暗い内情がささやかれました。Nothing about Chris Benoit's character says that he was capable of doing this. ベノワの脳画像から多大なる外傷を負っていることが判明し、それは80歳以上のアルツハイマー患者と酷似している状態でした。多くのファンや専門家は、この脳の損傷はパイプ椅子を叩きつけられたことや事故、それにダイビングヘッドバットなど長年続いた頭部の強打のせいだとしています。I mean, he's a wrestler. He grew up amateur wrestling.
He'll be back. その他の要因として、親友だったゲレロとシェリー・マーテルの死、それに妻であったナンシーとの結婚がクリスを鬱状態にしたと言われています。もともと同じ業界にいたナンシーは、ケビン・サリバンの元妻であり、ウーマンという名前でマネージャー業を務めていました。2003年にサリバンとの離婚届を提出する前のこと、残酷な扱いをクリスから受けたため、接近禁止命令を出したことが法廷記録に残されていました。後々、両方ともを撤回しています。You know, I think I got a pretty good grasp, and I think I'm not an outsider looking in. クリスが家庭内で暴力的になったというナンシーの陳述は、プロレスと私生活を公平に維持できなかった男という、ベノワのイメージへの信憑性を高めました。How hard is it though to come back to the same world that pushed you into the depths of darkness to start with? Yeah, the world doesn't push you into the depths of darkness. You do. 殺人事件の背景は当時ベノアがどれほどひどい精神状態であったかを物語っています。ナンシーは殺害前に手と足を結ばれていましたが、もがき苦しんだ様子は見られなかったのです。6月22日。ナンシーを窒息死させるためにクリスは後ろから思い切りコードを引っ張ったと当局は推測していますが、ベノワは息子のダニエルを殺害する前に薬物を投与し、翌日意識不明にさせたことを確認した上で窒息死させました。2007年6月24日、自宅ジムのウェイトを使って自殺を図る前、2人の遺体の横に聖書を置きました。Given the opportunity, when it would have been easier for him to stay over in a town to make the next town, he would go home just to spend 7 or 8 hours with his family. プロレスラーは絶えず出張が必要な職業であり、常に戦い続け、常に痛みを感じています。それに、プレッシャーを感じることやキャラを演じる必要性も当時は今以上にあったのです。I'm at a loss just because I knew him as a professional, and he was...One of the most consummate professionals I've ever been around. 本当にタフな男の世界なのに、当時の WWE は現在と違い、健康状態をしっかりチェックするような体制は整っていませんでした。Run with it. And it's not the world of wrestling drove him to alcohol or the world of wrestling drove him to drugs. No, you do that to yourself. しかし、ベノワの悲劇をきっかけに、この業界は最終的にいい方向へと進みます。株式上場していた WWE の自己管理と薬物使用のポリシーは不十分だったとされました。クリス・ベノワが起こした残酷な行いの取り返しはつきませんが、今後のプロレス業界が前進するために改革をするきっかけとなったのです。What we're about is putting smiles on people's faces. This is the opposite of what we do. We're entertainers. 防御なしでは椅子で頭を叩かない。とてもシンプルなことです。昔のレスリングの試合を見るとモヤモヤしますが、当時にしては当たり前で、多くの人がそれを楽しんでいたことも確かです。しかし、慢性外傷性脳障害、いわゆる CTE の問題が浮き彫りとなり、見過ごすわけにはいかなくなりました。現代の WWE でもパイプ椅子のアクションは登場しますが、この演技は頭を守っているときに行うか、背中を使います。He quit, right? Yeah, I'm good friends with Brock. But he quit, right? Because he didn't like the life, the travel and all of that. Everyone's not cut out for it. 現代の WWE にはかなり拡張した健康状態のポリシーがあり、会社の規定に沿わない人物は停職などの処分が下されます。精神面の健康状態も考慮されるようになったことは、WWE の処置と双極性障害を持つアナウンサーのマウロ・ラナーロが証拠となっています。全体的に70年代や80年代の荒々しい西洋のレスリングに打って変わり、環境がしっかりと整えられたということです。Yeah, right? You understood why he popped those pills. I understood why. I didn't understand.You know, I couldn't understand like how they could control you so much and the way that they did him. 確かにこれらの改定は今回の事件が起こらなくても実現したと口で言うことは簡単です。しかし、クリス・ベノワの悲惨な生涯をどれだけ語ろうとも、現役時代の彼のおかげで元気づけられた人がいたことや、業界の改革につながったことは確かです。
レスリング界最大のこの事件によって人々の意識が高まっていきました。いかがでしたか？ウォッチモジョジャパンの他の動画もぜひチェックしてください。チャンネル登録もよろしくお願いします。